不戦条約、不戦条約、不戦条約、戦争放棄にぜき、する条約は、第一次世界大戦後に締結された、多国間条約で、国際紛争を解決する手段として、定約国相互での戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することを規定した条約、パリ不戦条約とも、1928年、昭和年月日に、 アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、日本といった、当時の列強諸国をはじめとする15カ国が署名し、その後、ソビエト連邦など63カ国が署名した。フランスのパリで締結されたために、パリ条約、協定、パクトオブパリあるいは、パリ付箋条約と呼ぶこともあり、また最初フランスとアメリカの協議から始まり、他国間協議に広がったことから、 アメリカの国務長官、フランク・ケロックと、フランスの外務大臣アリスティード・ブリアン両名の名にちなんで、ロック・ブリアン条約、協定、ケラグ・ブリアンパクトとも言う。この条約の成立は、国際連盟規約、ロカルノ条約と連結し、国際社会における集団安全保障体制を実質的に形成することになった。すなわち19世紀の国際法によれば、 思考の存在者である主権国家は互いに対等であるので戦争は一種の決闘であり国家は戦争に訴える権利や自由を有すると考えられていたが不戦条約はこの国際法の世界観無差別戦争観の否定であり一方で連盟規約違反やロカルノ条約違反を行う国に対しては不戦条約違反国に対する条約義務からの解放の論理が準備され どの国家にせよ、ロカルの条約に違反して、戦争に訴えるならば、同時に、不戦条約違反ともなるので、他の不戦条約定約国は、法的に条約上の義務を自動免除され、ロカルの条約上の制約を自由に履行できると、解釈された、制裁戦争。この条約はその後の国際法における、戦争の違法化、国際紛争の平和的処理の流れを作る上で、 大きな意味を持った。一方で加盟国は原則として自衛権を放置していることが交渉の過程で繰り返し確認出ており、また、不戦条約には条約違反に対する制裁は規定されておらず、国際連盟規約やロカルの条約など他の包括的、個別的条約に依拠する必要があった。その他にも自衛戦争の対象外念ンタル、侵略の定義が行われておらず、 第一次大戦で多大な効力を発揮した、経済制裁、ボイコット、打法や適正資産の没収等が戦争に含まれるのか、不分明あり、また戦争に至らない武力行使、国際的警察活動、海賊やテロリストの取り締まり、特に他の定約国内での武力行使を伴う、中立国の権利義務など、不明確な点を多く含んでいた。ただし、侵略の定義に関しては、 対となる自衛の定義として日英も同意したアメリカの不戦条約の両方解釈中に無法者にとって定義を悪用するのは容易であるからとして意図して定めず国際世論の判定に委ねることが示されていた条約批准に際しアメリカは自衛戦争は禁止されていないとの解釈を打ち出したまたイギリスとアメリカは国境の外であっても 自国の利益に関わることで軍事力を行使してもそれは侵略ではないとの留保を行った。アメリカは自国の勢力圏とみなす中南米に関してはこの条約が適用されないと宣言した。アメリカは1927年にニカラグアへ内政干渉しており、その積極的な役割をヘンリー・スティムソンの地国務長官が行っていた。 また1929年の大恐慌以降、30年から31年にかけて中南米20カ国で10回の革命が発生するなど現実的な事情を抱えていた。一方でアメリカのヘンリー・スティムソン長官は近州及び南満州問題関するスティムソンドクトリン1932年1月において明示的に不戦条約。 パリ平和条約に言及し同義的韓国、モラルスアシオンに訴えた。世界中に植民地を有するイギリスは、国益に関わる地域がどこなのかすらも明言しなかった。国際法は、相互主義を基本とするので、侵略か自衛か、どこが重要な地域であるのかに関して、当事国が決めてよいのであり、事実上の空文と評されていた。例えば、日本を代表する、 国際法科の忍ぶ淳平は、第33回学士院御師匠を受けた、戦時国際法講義に次の辛達が、不戦条約表を引用している。ケロック氏の限定案は、戦の無条件的放棄であった。しかるに、普通両国の解釈の限定を受けたる結果として、本条約は、もはやや戦の放棄を構成せざるものとなった。当時国各自が勝手に解釈し、 勝手に最低するところの自衛という戦は、本条約により全て認可せられる。これらの例外及び留保の幅さを考えるによては、過去百年間におけるいずれの戦も、また、交互のそれとても、一つとしてその中に編入せられざるものありとは、思えない。本条約は戦を放棄するどころか、これを交差と認可するものである。戦なるものは、過去にお手は、 適法でも違法でもなき一種の疾病と見られた。しかるに今日は、この世界的の一条約により、事実すべての戦は、公的承認の刻印を得たのである。本条約第一条の単なる抽象的の戦の、法規は、本条約に付随する解釈によりて認可せられたる、具体的の戦の前に、もはやや、これを適用する余地は全然ないのである。ボーハードラーゲ、 ニュートラロティフォーザ u ユーエス PP292 から3忍も、不戦条約の解釈を分析した上で、自衛の果たして自衛なる矢は、個人間の正当防衛が、裁判所によりて判定せられるのとは異なり、戦を遂行する国自身が判定するのであるから、自衛戦を適法とにいむる、不戦条約の下にありては、ほとんど全ての戦は、適法の戦として公認せられるのである。 不戦条約は不戦どころか、対外の戦の遂行を適法のものとして裏書きするものであると指し、不戦条約による戦争の違法化を否定した。しかもこの条約は加盟国の戦争放棄を一方的宣言するものではなく、あくまで定約国相互の不戦を宣言する全文1条2条ものであり、その加盟国相互の国家承認問題についても曖昧におけされたものであった。 後日、加瀬秀明によれば、1928年12月7日、ケロック国務長官は、アメリカ議会上院の不戦条約批准の是非をめぐる、討議において、経済封鎖は、戦争行為そのものだと断言したことを挙げて、日米戦争については、日本ではなく、アメリカが、侵略戦争の罪で裁かれるべきだったとしている。 この条約は1927年4月6日、アメリカの第一次大戦3010戦周年記念日に、フランス外務大臣ブリアンが、米国連合通信に寄稿したメッセージが短所であり、6月11日に、アメリカがフランスに交渉の要因ありと通知したことから具体化した。当初は、米仏に国間だけの高級平和条約を想定していたが、アメリカの提案により、 他国間条約として検討することとなった。日本政府は1927年6月の段階で主要六列強国、日英米仏独位による条約締結に内諾を通知した。不戦条約が持ち上がった1927年春から1928年当時、日本は田中義和内閣で、1927年当初の中国は、 上海空出た以降の混迷状態にあり、日本は方展派の北京政府を中華民国、シナ共和国の政政府としていた。これは、大化十一化条要求など、条約上の対中権益を維持するためであったが、1 9 2八年春には、第二次北伐が開始され、三島出兵や超作林爆殺事件など、中国大陸をめぐる政情は、急激に変しており、日本政府が、 不戦条約を打診された1927年春の段階とは、情勢は大きく異なることになった。日本にとっては、小解析国民党政府が中華民国としてこの不戦条約に新規加盟するかどうかは重要な問題であり、外務省はこの問題について1928年11月の段階で一小解析政府を中華民国政党政府とみなしていないのでしょう。 解析が中華民国として不戦条約に加盟申請し、アメリカが受理し、日本に通告してきても日本政府は拘束されない。二国家として未承認の政治上のグループ、主体がこの条約に新規加盟を申請することについて、その取り扱いについて条約上不分明であるが、既存加盟国は、その申請を明示的に拒否しなければ受けした主体を国家主体として、 暗黙に承認したということにはならない過去の外交事例上、3アメリカが条約上の義務3条として中華民国の批准を電報通告してきた場合、明示的に拒否しなければ承認したということにはならない過去の外交事例上と解釈していた。不戦条約は新規加盟国は自動的に従来加盟国との間での付賛を相互に承認する構造となってたが、 第三条、正式に国家承認していない組織、集団。ここでは、蒋介石政府の参加は想定されておらず、定約国総合の付箋を宣言する全文一条二条ものであるため加盟国の国家、承認代は重要であった。また、半途政権、革命政権の承認問題は、民族自決原則への移行期にあり、国家の条約継承問題については、 包括的継承説が主流学説であり継承否定説に立つ中華民国蒋介石政権を日本政府は政党政府としない立場であった。調印にあたって日本国内ではその第一条が人民の何をて厳粛に宣言するとされていることから数密院や右派から大日本帝国憲法の天皇体験に違反するとする批判を生じ新聞でも 賛否両論が起こった。そのため外務省はアメリカに修正を申し入れたが、修正には応じられず、人民のために宣言すると解釈するとする回答を得たに止まったので、日本政府は、1929年、昭和4年6月27日、帝国政府宣言書で、外当軸は日本には適用しないことを宣言し、27日に批准された。実際に発行されたのは、 田中内閣総辞職後の同年7月24日であった。足田人氏によれば、日本国憲法第9条第1項は、不戦条約第1条の文言をモデルに、アメリカにより作成されたとする。不戦条約では、第1条において、国際紛争解決のための戦争の否定と国家の政策の手段としての戦争の放棄を宣言しているが、侵略についての言及をしているわけではなく、 また、国家の政策の手段としての戦争、第一条についての詳細な定義を置くこともなかった。侵略の定義は1933年に、侵略の定義に関する条約、ザ・ロンドン勘弁ナン・ザ・ディフィニション・オブ・アグレッションにより、初めて法典化の試みが行われた。この条約はわずか8カ国、ルーマニア、エストニア、ラトビア、ポーランド、トルコ、ソビエト、ペルシア、 アフガニスタンの間で結ばれるに留まった。極東国際軍事裁判では、日本側弁護人の高柳健造が裁判所に提出した、検察側の国際法論に対する弁護側の反駁1947年2月24日、第166回公判では、全文却下全面朗読禁止、1948年3月3から4日、 第384から385回後半にて、全文朗読の中で、各国の指導的政治家の言明、特に、アメリカ上院における、ケロック長官及び、ボラー上院議員の明瞭かつ疑いの余地を残さない、条約案説明に照らして、パリ不戦条約定約国の意思が次のようなもので、あったことを説明し、不戦条約が、満州受変以降の日本の戦争を断罪し、 被告人を処罰するための法的根拠にはなり得ないと論白した。極東国際軍事裁判所員の代表判事のナダビノ・トパルはパル判決書の中で不戦条約に関して白隠防止をした上で次のように結論づけた。国際生活において自衛戦は禁止されていないばかりでなく、また各国とも自衛権がどんな行為を包含するか、またいつ、 それが行使されるかを自ら判断する特権を保持するという、この人への事実は、本官の意見では、この条約を法の範疇から除外するに十分である。ケロック氏が声明したように、自衛権は関係国の主権下にある領土の防衛だけに限られていなかったのである。中略。本官自身の見解では、国際社会において、 戦争は従来と同様に法の圏外にあって、その戦争のやり方だけが法の圏内に導入されてきたのである。パリ条約は法の範疇内には全然入ることなく、従って一公選国の法的立場、あるいは公選状態より派生する法律的諸問題に関しては何らの変化をももたらさなかったのである。しかし、多数意見である。 極東国際軍事裁判判決書においては、ゲロックブリアン条約を最も寛大に解釈しても、自衛権は戦争に訴える国家に対して、その行動が正当かどうかを最後的に決定する権限を与えるものではない。右に述べた以外のどのような解釈も、この条約を無効にするものである。本裁判所は、この条約を締結するにあたって、 諸国が空虚な芝居をするつもりであったとは信じない。都市、弁護側の主張を却下している。条約には、期限や、脱退、破棄、執行条項が予定されていないため、この条約は現在でも有効であるとの論がある。しかし国際連合憲章、第二条により改めて、武力行使の深海が協定されており、歴史に属する条約として象徴的あるいは、 学術的に言及されるのが一般的である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。